はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。自由すぎるロマンシングサガ3ということで、フリーシナリオに翻弄されております。さあ皆さんこんにちは。うろ覚えのロマンシングサガ3やっていきましょう。うろサガ3ですね、ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさんの動画を投稿してまいりました。約3年ぐらい実況させていただいておりますが、病気で半年ほど実況できませんでした。年内にチャンネル登録者2022年に1000名目指しておりましたが、今どうなっているかわかりませんが1000名超えていることを願っております。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、皆さんのサポートいただけると嬉しく思っております。Hello everyone, my name is Terion. I am a game live. I posted a lot of videos so far. I have been playing live for about 3 years, but I was sick and couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということで、やっていきましょうか、ロマンシングサガ。ちょっと久しぶりなのでね、どこまで進んだか覚えてないんですが、ちょっと準備しますね。一人4魔貴族を倒したんじゃなかったかなと思うんですけど、冒険の記憶、進行順、訪ねてきた人物、魔王殿からの脱出、思いがけの再会、もうちょっといろんなところに行き過ぎてね、ちょっとわかんないね。ピドナにいるから、とりあえずでもピドナのその武器の開発だけもう一回見てこようか。今回ね、ちょっと行きたいなって思ってたところももう一個あって、よいしょ。武器開発、これね、武器開発がね、ちょっとね、失敗してるんですよ。これね、防具の開発がね、ちょっとできなくなっちゃってて、押しの指輪かクリスナイフかどっちかをやらない限りはね、次に行けないんですよ。これね、かなり失敗した。かなりの意味が完成したって。で、次がね、イビライエ、クリスナーがフランベルチ、まあ、フランベルチかな。で、カナリアの弓が完成したって言っても、弓装備できるとかね、いないんだよね。モニカがね、一応エルダーボー持ってて22でしょ？で、カナリアが25か。じゃあ一応25にしとくか。で、アイテムのね、枠が、6個しかまで持てない、あと8個までしか持てないから、なんか預けてこないといけないよね、これね、やっぱりね。羅刹のベルトとかもまあいらないからね、ちょっとあの預けに行こうか。いろいろね、ちょっと、覚えてない部分もあって、どこで預けるんだったっけ？パブで預けるんだったよね、確かね。こうか。羅刹のベルトとか多分いらないでしょう。今回はね、そのね、モーデスに行こうかなと思ってるんですよね。預ける。ブロードもいらないんじゃないかなと思うんだけどな。プロテクトスーツ、牙、ショータ、盾はいらないかな。王家の指輪、結界石、魚鱗、長期もいらないでしょう。スパイダーソードはどうかな。エルダーボー、パルチザン15。パルチザンもいらないかな。ちょっとここの枠を、羅刹のベルトもいらないかな。スパイダーソード。スパイダーがあったら、ブロードはいらないでしょ。ロングスピアもいらないでしょ。よし。じゃあこれでちょっとね、行ってみましょうか。暗闇の迷宮。これちょっと気になってたんだよね。この暗闇の迷宮ってとこ。ちょっと一回行ってみようかな。この暗闇の迷宮ね。一旦セーブしてから行こうかな。ほいと。さあ、暗闇の迷宮やってまいりましたが、何こいつ。ここは満たされぬ思いが、欠片となりてもさまよいし迷宮。欠片を集めし時、思いを形となり姿を現さん。されど思いを糧とする魔物もまたその時を待つ。思いを解放せんとする者よ、その覚悟はあるか？ある。ならばその覚悟を我に示せい。何こいつ、スフィンクス。こんなやついたっけ？じゃあ、悪空間切り、バックスタップ。バックスタップがかなり
強いんだよね。バックスタップ、巻き割り、こいつがでも、ファイヤークラッカーってなんだこれ。え、敵全体、え、いつの間にこんなの覚えてた？モニカさん。モニカさん、いつの間にこんなの覚えた？敵全体だって。まあでも、まあ、ライトニングピアスでいいかな。大車輪か、チャージ。チャージかな。あんまり強い技がないんだよね。振り逃げ。四魔貴族よりも強いんでしょ、多分こいつ多分。そうなってくると、何これ。そうなってくると、前回のそのね、振り逃げとかのやり方でやっていかないと勝てないよね。866。これはさ、サミダリギンの方がいいかな。1165。強っ。巻き割りダイナミック強すぎでしょ。翡翠立ち。十文字切り。あれ、ちょっとサミダリギリ覚えてないんだけど。あったあったあった。残像剣。デミルーン。サミダリギリ行くか。巻き割り。ファイヤークラッカーってなんだろうね。ほんと、こんなん覚えてたかな。敵全体だからあれだけどさ。壊れないよね、武器。頼むよ。術の使用を妨害する。あ、そんな効果あんの。振り逃げ、サミダリギリ586、しょぼ249。なんだこいつ、防御力めっちゃ上がってないか。さっきのあれが防御力上げる効果あったのか、もしかして。てか、ただ防御してるだけ、半分ぐらいしか当たってないよね。わあ、防御なんてやってもしょうがないのにね。なんでだろうこいつ。5300。なんなのこのスフィンクスなんとかって、どういう効果があるの。485。あれ弱い。なんだよ、思った以上に弱いじゃないか。あ、サミダリギリ極意、ファイアクラッカーやったね。よし、ちょっと、新しいところにセーブしよっか。怖いからね。暗闇の洞窟。うわ、なんでこれ。なんだ今の感じは。見えない何かがそこら中に散らばっているような感じがしたが。見えない何か。戦ってみようか。あれ、敵そんな強くないぞ、これ。十文字。なんだよ、そんな強くないじゃないか。ファイアクラッカー打とうか、全体だしね。二段突き。攻撃。ここでファイアクラッカーでさ、全体にダメージが当てられるんだったら、モニカさんがかなり優秀になるんだが。足速いしね。あら、ファイアクラッカー。おっと、モニカー。モニカちょっと優秀になってきたね。あれ、これなんだこれ。姫、姫、今の声は、もしかしてこれが欠けらつなった思いなのか。これを集めていけば思いの主が形になるんだな。姫、姫。あなたは今、いずこにおられるのだろうか。ちょっと待って、これあれだな、多分 DLC の特典だな。ちょっとここは、避けて、モーデス行こう。もともと行こうとしてたとこね。か、ヴァンガードに行くっていう手もあるんだけど、二人目の四魔貴族を倒すっていうね、作戦もありかなと思ってて。さて、暗闇の迷宮、足を踏み入れてしまったからね、これどうなるかわかんないね。ピドナ、モーデスに行くか、とこだね。グレートアーチに行くのもいいんだけど、ヴァンガードに行ってしまうとね、ストーリーが進んじゃうから、ウィルミントンでちょっと一回ね、休憩しようか。この人なんだ？あ、買収の話の人か。
お泊まりですか、ゴーラム。今回はモニカ様がお一人で留守番を、留守番じゃないや、お一人でね、見張りをしてくれると。どうしようね。ここをね、白銀の剣とか売ってたような気がしたんだけど、ヤーマさんと暴力業商会は悪どい商売をしているらしい。ここがその白銀とか売ってるとこだよね、多分ね。4000か。S トック28か。防具がね、結構いいの売ってんだよね。兵士の鎧ね、シルバーチェイル、これがいいんだけどな。騎士クロースエルムとかね。お金が足りない。どうしよっか。鍵がかかっているな。よし、そしたらどうしようね。もう多分行けるところっていうのは限られてきてるから、割かと。あとだって四魔貴族倒すだけでしょ、言っても。財宝の洞窟、ここでね、果実要塞ってとこにね、行けるっていう話が確かあったよね。どうしような。でもやっぱりモーデス行くしかないよね。ここね、実は失敗したくないなって思ってるイベントのうちの一つなんですよね、モーデスもね。まあでも行きましょうか、モーデス。ウィンディネ様は実地同士の連携を重んじている。ウィンディーネは玄武術の使い手だ。ウィンディーネは、ヤサ男の術師ばかり周りに集めているのよ。本当は見かけるよりずっと年らしいけど。なんだよそれ。ウィンディーネさんは術師としての連携を重んじている。同じセリフしか言わないっていうね。ウィンディーネとボルカナは最近町にやってきて町を二分して争っているんだ。おかげで町の者は大迷惑だよ。まあ協力しなかったらいいんじゃないの。そういうわけにもいかないか。宿屋。なんで4つしかないんだろうね、ベッドがね。5人パーティー、6人パーティーまで行けるんだから6個用意しとけばいいのに。ここはどこに行けるのこれ。ここは封鎖中だ。とりあえずウィンディーネさんとお話つけていきましょうか。何もだ、誰でもいいさ、新しい人形を試してみようぜ。何？悪空間斬り、次元弾、ファイヤークラッカー、大車輪、全体攻撃でね、とりあえずやっていこうか。これ、ね、行く順番がどっちか先って決まってたような気がするんだけどな。あ、ナイトコール入っちゃったよ。次元弾一人か、倒せたの。そしたらもうどうしような、ブレードロールで叩くか。サクション、おっと150も座ったか。おい、あ、1体だけだったか。いいね、エレンさん。エレンさん、着実に強くなってんな。くそ、おやめなさい。さあ、降りてきましたね。弟子たちが失礼をしているのでお許しください。そのうちも素晴らしい腕前、その腕を見込んでお願いがあります。南の術師、ボルカナを倒してほしいんです。ああ、いいでしょう。それじゃあ、先ほどのお詫びと合わせて、前金で2000払うわ。頼むわよ。前金。あ、実や、あ、太陽、おお、太陽とかもらえるのか。スターフィクサー、D ブレイク。まあ、実はね、使うつもりはないからね。俺たちはウィンディーネ様のところで現実を学んでいるんだ。あ、パンとか、結構しっかり、あれだね、書いてあるね。リマスターだから。しっかりされてますね、これね。あ、これあれか。これ移動していくタイプか。
あら、上、右、上、左か。あれ、で、上、左、下だね、今度は。下、で、右。あ、着いた。魔女の瞳だ。湖水のローブだ。湖水のローブ。そんな守備力上がらないと思うけど、水の攻撃を防ぐ原文の加護を授かる。フォルネウスと戦うときにはこの湖水のローブつけといた方がいいかもしれないですね。四巻貴族のね。ボルカノを倒してほしいというお願いがあったので、まあそれを達成しに行きましょうか。ウンディーネさん、早くボルカノを倒してきて。焦るなよ。これを順番を間違えるとね、良くなかった気がするんだよね。いきなりボルカノと戦うことになるのかな。下り、ボルカノと戦わずにさ、ちょっと行けるところに行くっていうパターンをしないといけなかった記憶があるんだけど、さあ南のモーデス行きますよ。パブ、南のモーデスの方がでもあれだね、発展してるね。何か情報は、ウンディーネとボルカノは死者の井戸の中にある何かを巡って争っているようだ。世間話をする。この町は南北に分かれているんですよ。町の真ん中の小島にある井戸は死者の井戸というのよ。その昔死人をあの井戸に投げ込んでいたらしいの。だから町の者はあの島には近づかないよ。四貴族の時代には病人や年寄りは生きたまま死者の井戸に投げ込まれていたそうだ。かなり残酷だね。ここはなんだろう、武器屋か。ここは術師のローブ。術系統で R1 だけど、ないね、これね。左右行けるほどのものは売ってない。ほんと久しぶりにやるからね。ロマサガ3もね。2がずっと止まったままになってるよね。多分まあ最初の工程から動いてないからね、2は。ボルカノが作ったアイテムの出来を確かめたように頭の悪いモンスターはたくさん宿っているわ。頭の悪いモンスター。ボルカノはアイテム作りの名人で、その上視聴術の使い手だ。アイテム作りの名人だったの。さて、ボルカノの館はじゃあここかな？しかないよね。何者だ？ちょうどいい新しいアイテムを試してみよう。なんか弱そうになってきたな。ブレードロール、ファイヤークラッカー、大車輪。おっと、なんとかの砂。73。軽枠の砂。64。ブレードロール、シュタタタタ。あ、強いじゃないか。あ、ファイヤークラッカー強いね。火星の砂。さすがにあれだけのことはあるね。くっそ。9使うだけのことはあるね。やめろ。イケメン来た。デジタルも失礼をしたようでお許しください。それにしても素晴らしい出前。その腕を見込んでお願いがあります。北の術師ウンディーネを倒してほしいのです。はい。それでは先ほどのお詫びと合わせて、マイキーとして2000払おう。頼むぞ。とりあえずお金だけもらっとこう。俺たちはボルカノ様のところで視聴率を学んでいるんだ。ここも太陽と月か。月は何が売ってんのかな。ムーングロウ。素早さと魔法防御。精神、月光 HP、あ、ムーンシャインか。レベルにしてクライム直す。悪くないんじゃないか。さて、ここもアイテムが、ここはボルカノのとこに行ける部屋がないのか。上に上がっていってボルカノは消えたはずなのに、なぜ下にいるんだろう、ボルカノは。一体どんなね、仕組みでそこにいるのか分かりませんが。お宝。まあ、これは
なんで取れないのか。俺たちはボルカニク様のところで視聴術を学んでいるんだ。無限ループかこれ。いや、いけたね。今ここで戦う。いや、戦わないよ、それは。早くウンデーネを始末してくれ、始末してくれ。焦るなよ。これは、ことが済んだら宝が取れるようになるのかな。一応ね、確かこうだったろうなっていうね、予想だけは立ってるんですよ。だからそれを達成するためにはね、とある場所に向かわないといけないんですが、それを達成するために今動いております。で、新しいセーブデータを取ろうかな。で、一旦宿屋に入って、今日はね、ほんと一本だけしようと思ってて、これ宿屋ないのか。よう、俺だ、ちょっと通してくれよ。ああ、簡単に通してくれたね。北のモーゼスには宿屋があるのかな。うん。ここで、一旦宿に入って、で、技ポイントを回復させつつ、やっていきましょうか。今ちょっとね、いろいろ悩んでて、どのゲームを進行させていこうかなっていうところにね、非常に悩みがあるんですよ。モンハンはね、まあ、クリア頑張ってしようかなっていう気はしてるんだけど、よう、俺だ、ちょっと通してくれよ。よし、行こうか。ウンディーの命令であっちに出てくれよ。ボルカラの命令であっちに出てくれよ。さて行きましょうか。一体この井戸に何が。さあ死者の井戸やってまいりました。さあここですよ、行きたかったのは。ブレードロール全体技を使っていく人はね、でもちょっとある程度決めていかないとね。そうそう、だからロマサガをね、続けていくかどうかっていうのをちょっと考えていかないといけないなっていう部分もあって、割とね、苦しくなるんですよね、ロマサガもね。失敗するとね。でも4魔貴族倒してからだいぶ強くなったね、このパーティーもね。よし、ここはもう通常攻撃でいこうか。技ポイントもね、なるべく節約していきたいんで。だいぶ強くなったね、本当にね。ライフスティール。マジかよ。持っていかれたよ。ほいと。459。いや、エレン相変わらず強えな。こいつめっちゃ強くないか。さすがテリオンさん。通常攻撃でも両手武器だから強いね。あー、ライフスティール持っていくね。 AP よし、20オーラム。前金ね、お金もらってるから、ちょっとお金はね、8000か。ありがたいな。技が一応一つ分は空いてるから、ほとんどモニカさんの技はあれだね。霊種だ。覚えてないよね。極意よね。これこっち行ける？あ、行けないか。明日行けた。こっちは道はなしか、じゃあ。モニカだけはちょっと、なんか技使っていこうか。ね。そうだからね、ロマサガをしていくか、それとも他のやつをするかっていうのはちょっと悩みどころで、アサシンクリードのね、シリーズを始めるとかね、まだいろいろあるんですよ。なんだったっけ、ペルソナもあるしね。あと、イースのね、9もあるから、なかなか難しいんだよね。シリーズものをやっていくとなるとね、龍が如くもあるし、3、40時間はね、少なくともかかるわけで、シリーズものをやっていくとね。
ちょっと悩むとこなんだよね。この手のね、RPG をやっていくか、まあその妖芸をやっていくかね。おっと、ここは結構来たな。ブレードロール使うか。で、マインドステアとか使っていくか。何もだって極意取ってないからね。大車輪。そう、そういう悩みがあって。まあロマサがね、案外でもすぐ終わるんじゃないかっていうところもあるんだけど、とはいえね。よし。で、そのね、だから、サッカーゲームとかは少しずつでも、そうね、グランツリスモもあるし、結構ね、いろいろあるんですよ、今手つけてるのが。角兜、全員角兜持ってるね。道が2箇所あるな。こっちは何もなし。こっちは？こっちはなんか敵がいるけど、こいつはなんか固定モンスターっぽいからちょっと強いんじゃないかな。ってことは、こっちで下に一旦行ってみようか。あ、お宝がある。よし。300ゴーレム。二つ目のお宝をゲットしつつ、精霊石。わーお。人権乱された。まあ、ブレードロールか。やるか。いや、これ人権乱されると相当ダメージ受けるな、やっぱり。マインドセーブなんか全然効かないからね。出したところでとこもあったけどね。よいしょ、600。いいね。いいダメージが入るぜ、トーマス。よし、技の力がアップ。あ、マインドステの動く、いいね。取ったところでとこもあるけどね、マインドステアに関しては。上は敵がいただけで、こっちがなんか守ってるとか言うんだよね。こいつがなんか持ってんのかな。ちょっとセーブしていきましょうか。ほい。何なんだこいつは。デスマスター、ちょっと強いかもしれんな。デスマスター、まあ翡翠勝ちぐらい打っとくか。ブレードロール、じゃあファイヤークラッカー、大車輪。ノーラが全体攻撃は大進撃しかないから、これ結構きついんですよね。あの空飛んでるやつだからさ、当たんないもんね。デスマスター強そうだよね。サクションミス。よし、トレインブレードロール。あ、いいね。一緒に2体倒した。ファイヤークラッカー、お、スタン優秀だな、ファイヤークラッカー。あらー、1体になっちゃった、デスマスター。翡翠立ち。あら、デスマスター強いじゃないか。あ、デスマスター中蔵攻撃は当てられないな。そしたらスネークショット打つか、ライトニングピアス打つか。ミルチ、肩車、スイング。スイングか。足払いしてもしょうがないしな。チャージするか、じゃあ。ライトニングピアス。強っ。モニカ強くなってきたね、だいぶ。モニカ様々になってきたわ。デスマスターさんよ。559。ノーラ当てるね。こいつはダニ弱いのか。うわわわ、なんかいっぱい呼んでくるな、こいつ。そうすると、大車輪打つか。39か、結構減ってきたね。水打ち、スイングやっとくか。
回転劇入ればいいけどね。ストーンチキン、やばい、なんか足が遅くなるのか。吸血大車輪行ってくれ。あ、そうか、大車輪じゃないのか今打ったのは。あら、強いじゃないか。デスマスターにダメージが与えられないぞこれじゃ。うわ、まずい、また敵呼ぶでしょこれ。うわ、これはまずいな。十文字切り。そしたらトマホークとかで攻撃していくしかないか。後ろだから、後ろにね。そうするとファイヤークラッカー打つのもあれだしな。マタドール、スネークショット打っとくか。で、じゃあ大車輪打つか。で、まあ回転劇かな。骨砕き後ろ行けばいいんだけどな。なんなのこれ、トーマスにばっかりやってきて。スネークショット100か。エクトプラズムネット、トマホーク、おっ、作眼撃。やーべえ、ノーラがひらめいてしまったが、全然強いぞ敵が。オッケー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 。あ、なんだよこれ、デスマスター倒したら終わり。あ、魔王の盾、あ、これ敵が持ってるパターンか。なんか上にルートがあるねこれ。絶対じゃあ魔王の盾、絶対呪いとかあるでしょこれ。呪われてるでしょこれ。上ルートあるでしょ絶対。うわー、人権を乱された。十文字、スカルクラッシュ完全に落としに行こう。スネーク打つか。大車輪はもったいないな。見るち、削岩劇は6か。ノーラのさ、技ポイントめちゃくちゃ高くないか。70もあるぞ。払い抜け、スネークショット50、691、見るち453、来たよ、削岩劇。これは効くんじゃないか、むちゃくちゃ。1176。えげつねー。あら、1200当てても倒れるっすか。相当さ、アラケスとの戦いで鍛えられたよね、君たち。めちゃくちゃ強くなってるよ。了解液。飲む点割り。あれ、このカエル強いな。おい、24オーラム。うわ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 、あ、1体か。いやいや、脳天は打つか。まあ1体でね、来られてもね、負ける気はしないぜ。ゼロ、モニカ通常攻撃全然当たんないじゃねえか。あれ、そこのお宝はどうやって行くんだ。上に道があったよね。うわ、気になるな。こっちに隠し通路があると思ってやってきたんですが、どうやらない模様ですね。ってことは上、どっか回れる道があるんだろうね、きっと。どっかにね。うわー、これはちょっと逃げようか。退却。よし、ダッシュすると、ね、敵もダッシュしてくるから、ダッシュはなるべく使わないようにしようかな。退却。ウマサガ2は戦闘の回数で敵が強くなるらしいから、回数制なんですよね、2はね。3は多分回数じゃないから、スバイでぶん殴るか。いや、白銀、
スカルクラッシュでいくか。脳天割り。上のルートはどうやっていくんだろうね。本当にね。ほいと、ゼロ。モニカ様頼むって。いいね、どんどん強くなっていくね。上のルート、上のルート。うわうわ、これはちょっときついな。上のルートに行きたいだけなんだ、私は。こっちか。違うのか。あ、単にあれ、これ左に入ったからさ、右に行けばいいだけなのかな。ぽいな。ぽいぞ。ブレードロール、スネークショット、エイミング、まあ、ハードヒットで打つか。突進、やべ、スタンかな、セーフか。そう、だからどうしようかな、ウィッチャーもやりたいしね、それかスカイリーもね、もう一回ちょっと真剣にやりに行ってもいいし、体調がね、いい時と悪い時があるんで、いい時にスカイリーもね、ちょこちょこやっていくっていうのもありかなという気はしてますよね。こっちに道があったよね。こっちだね、多分ね。よし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 。ブラッディーソード。あ、これあれか。あれね、装備したら外れなくなるやつだったよね。さて、じゃあここ出ましょうかね。出た時にね、とあるイベントが起こったって記憶があるんですよ。よくも騙してくれたな。その盾を渡しなさい。何を俺に渡せ。そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。まずは協力してこいつから盾を奪うのよ。わかった。ということでやってきました。いやー、でもウィンディーネのこの生足がセクシーですね、非常にね。そう、足立つ必要あるか。さて、じゃあ全力でやらせてもらいますよ。ブレードロール、アクセルター巻き割りでいくか。で、じゃあファイヤークラッカーで大車輪削岩撃。あ、ウィンディーネからやった方がよかったかな。ウォーター回復できるもんね、この人多分ね。いや、かっこいいな、このあれね、グラフィックね。あ、スタン。巻き割りが1400。強いよ君たち。てかエレンがさ、白銀の剣持ってさ、ダブルでさ、あ、エレンがその白銀の剣じゃなくて、あの何だっけ、あの 両手で使えるやつ、銀の小手か、持って戦ったらめっちゃ強くなるんじゃない。あの 両手武器にしたらね。テリオンさんだからそんなに強くないけどさ、両手で巻き割り大学撃たれたら相当強いと思うんだけど。ね、攻撃力だけだったら完全にこの人の方が圧倒的に強いね。137、1人で合ってるからね、1000以上ね。いや、あなたも1000当てるのか、ノーラ。むちゃくちゃ強いな、とりあえずこのパーティーは。強くなりすぎてしまったな、アラケスとの戦いで。でもまあ、追いついてないメンバーもいるからね。トーマスとモニカがちょっと足を引っ張ってんだ。まあ、これで倒れてくれるでしょ。OK。さあ、HP がアップ。運役ジョーラム。負けたわ。好きなようにしろ。二人ともあまり街の人を困らせるなよ。ということで、モーゼス。モーゼス編これでクリアかな。これね、ウィンディーネがね、多分仲間にできるようになるはずなんですよ。まあ、もしかしたら、あれ持ってるかもしれないからね。陣形をね、ウィンディーネがね、仲間にしてもいいかなって感じだけど、ボルカノのところにね、とりあえず行って、あのアイテムを取れるかどうかだけ確認して、今回終了にしようかな。
なんか喋るセリフ変わったりしてるかな。よし。あ、お弟子さんたちがいなくなっておるからな。ってことは、あそこも消えてんじゃないか。フリーゲームでね、エヴァリースサガってやつがあって、それもね、ロマサガ3みたいなやつで、ね、円柱の川だ。ガードリング。あ、これはいいんじゃないか、ガードリング。銀の手。これをね、エレンに持たせてやれるっていう手もあるよね。魔女の瞳、魔法防御13。すげえ。ガードリングが魔法防御と物理防御が8か。銀の手を超えるというね。まあでも、あ、セルブレーザー、ブレーサーは超えるか。エレンが毛皮のベストなんか装備してるからね。これは、これをガードに変えたらエレンがまた強くなっちゃうとね。49か。革のブーツ。モニカはちょっとひどいな。扱いが。じゃあモニカに持ってもらうか。さあ、ボルカンとちょっとお話しして。ボルカンは仲間になってくれないんだよね、確かね。なぜかね。ロマサガ RS ではね、仲間になるけどね。今日は何の用だ？術を覚える。主張術。おぉ。バードソング。はい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 。うん。よし。まあ、とりあえず、今回はじゃあここで終了にしようかな。これまだ上に切るか。あ、戻ってきた。なるほど。そういう作りか。うん。さあ、ということでね、モーデス、戻ってまいりました。ちょっと短いですが、と思ったけど43分やってるな。うん。今回ここで終了したいと思います。魔王の盾を入手したところで終了でございます。あとはですね、もう4魔貴族と戦うだけだと思うので、残りはビューネと、誰だったっけ、果実要塞にいる人と、あと、ポルネウスの3体倒せば終了だと思うので、あとね、西欧のね、試練を受けに行くのと、ビドナのね、教祖様を追うっていうイベントをね、やっていくのと、あと魔王殿のですね、巨人たちを倒しに行くっていうこともやっていかなくちゃいけないかなと思っております。ということでですね、ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等もよろしくお願いいたします。Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. ということで、また次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバイ。